Google Ad Home チュートリアルへようこそ。この動画ではネイティブ広告シリーズの第2部として、ネイティブ広告の導入に関するベストプラクティスと重要なポリシーについてご説明いたします。本シリーズ第1部の動画では、ネイティブ広告の概要とメリットをご説明しました。この動画では、ネイティブ広告を導入する際のベストプラクティスをご紹介いたします。また、ネイティブ広告を使う際に避けるべき項目をお伝えし、最後に、ポリシー反によって広告配信が停止することがないように、ネイティブ広告の重要なポリシーを再確認いたします。 まず、ベストプラクティスをご紹介いたします。最初のベストプラクティスは、動画広告の配信が有効であると確認することです。これにより、あらゆる種類の広告需要を確実に取り込み、広告掲載率と ECPM の最大化を図ることができます。この画面のようにチェックボックスがオンになっていることを確認します。次に、ユーザージャーニーを把握して、広告のデザインがアプリのコンテンツに自然に取り込みをカスタマイズします。具体的には、アプリの UI デザインに合わせて、広告ユニットの色、デザイン、サイズを指定します。 なお、広告のデザインをアプリに取り込むようにすると同時に、それが広告だとユーザーが明確に分かるようにすることも必要です。エレベーションシャドウやドロップシャドウなどの細かい変化をつけて、広告とアプリのコンテンツの違いをはっきりさせてください。また、広告バッジやアイコンも必ず含めます。これについては後ほど詳しくご説明いたします。こうしたシンプルなデザイン加工によって、広告と周りの要素との違いを際立たせながらも、アプリ内で統一感が感じられるデザインにすることができます。 最後のベストプラクティスは、複数のネイティブデザインをテストして、特に成果の高いものを導入することです。どのようなデザインが効果的かは、アプリそのものやアプリの種類、地域によって異なります。Firebase AB テストでさまざまな広告デザインをテストしてみてください。ここで Firebase AB テストを使ってネイティブ広告で成果を上げたデベルパーの事例をご紹介いたします。マズリムプロの事例です。同社は、広告を使って最善のユーザーエクスペリエンスを構築し、アプリを飼育化したいと考えていました。 しかし、実際のところ、最善のユーザーエクスペリエンスや、同社に適した広告フォーマットがどのようなものかは把握できていませんでした。そこで、ネイティブディスプレイとネイティブ動画で AB テストを実施しました。最適な広告フォーマットと実装手法をテストで把握して導入した結果、ECPM が43%向上し、ディスプレイと動画のそれぞれで広告収益が30%増えました。具体的なノウハウをお伝えしたところで、次はネイティブ広告を使う際に、避けるべき項目をお伝えします。 ネイティブ広告のデザインをバナナ広告のデザインと全く同じすることはやめましょう。ネイティブテンプレートを使ってデザインをカスタマイズできば地味になりすぎることはありません。作業に慣れている方はデザインを一から指定して完全に独自の広告ユニットを作ることもできます。一般的にネイティブ広告のデザインをアプリ起動広告などの別の広告フォーマットのデザインと同じにすべきではありません。こうした行為は ADMO ポリシーに違反する可能性があります。最後に広告がアド m ポリシーに違反することがないように重要なポリシーをいくつか確認しておきましょう。 まず、広告ビューは Android の場合は縦で横ともに 32DP、iOS の場合は 32PT よりも大きくしてください。また、メインアセットはメディアビューで表示する必要があります。動画広告を配信するには、このメインアセットメディアビューのサイズを 120×120 120よりも大きくしてください。ポリシーに関する2つ目の確認事項は、帰属表示に関するもので、広告の帰属表示とアドチョイスアイコンの2項目があります。広告の帰属表示に関しては、広告に広告という単語を表示することが義務付けられています。 あるいは、広告と記載されたバッジを広告に含める必要があります。このバッジは縦横15ピクセル以上と規定されています。AddChoice または Add byGoogle アイコンについては、この画面にあるような要素を含めることが義務付けられています。広告の帰属表示と AddChoices アイコンを含めるのは、アプリのコンテンツと広告を区別できるようにするためです。では、区別できるようにするには具体的にどのようにすればいいでしょうか。第1に、広告の帰属表示と AddChoices または a ズ d d byGoogle アイコンが決して書けないようにします。 第2に広告の既読表示がアプリ内の操作機能のように見えないことを確認します。例えばネイティブ広告の予測として閉じるアイコン×や次へ戻るボタンなどは使わないようにします。第3に余白や背景画像はどこもクリックできないようにします。クリック可能な要素は広告見出し、URL、行動を促すフレーズ、背景以外の画像アセットに限られている必要があります。意図せずしてテキストの周りに余分な空白が生じていないか確認することをお勧めします。 ネイティブ広告動画シリーズの第2部の説明は以上です。内容をまとめます。1ユーザージャーニーを把握して広告がユーザーエクスペリエンスに適こようにします。2ネイティブ広告のデザインを他の広告フォーマットと同じにしてはいけません。こうした行為はアドモンポリシーに違反する可能性があります。ユーザーの気が散るようなデザインにはせずアプリの UI と同じ色合いを使うことをお勧めします。またデザインの確実化は避けましょう。3ネイティブ広告が常にポリシーに準拠した状態になるためにこの動画でお伝えしたサイズ要件を守り、 広告の規則表示とアドチョイズアイコンの両方を含めるようにしてください。また、ごクリックを防ぐため、ユーザーが広告アプリ内の他の要素と明確に区別できるようにしてください。改めまして、Google AdMob チュートリアルをご覧いただきありがとうございました。お役に立てば幸いです。なお、ネイティブ広告の有効活用に役立つその他のリソースについて、説明ボックスに情報をまとめましたのでご覧ください。Google AdMobYouTube チャンネルに登録して、アプリの収益向上に役立つその他のベストプラクティスやヒントをチェックしてみてください。